ダビード・カゼラ・シュビリは、グルジアの政治家。2006年から2008年まで、グルジア共和国国防省。1977年、または1978年、トビリ氏生まれ、ユダヤ系とされる。ロシアとイスラエルで学び、その後グルジアに帰国し、トビリ氏大学で国際関係を学んだ。司法省勤務の後、後に、グルジア大統領となるミヘル・サーカ・シュビリの、 アシスタントとなり、トビリシ市議会議長に選出される際など、政治的パトロネージュの関係を構築する。2004年から2006年11月まで財務省に勤務。この間、財務警察軍長官も務める。2006年11月11日、イラクリー・オクルアシュビリの公認として、国防省に任命される。自由主義政党統一国民運動の創設メンバーの一人であり、 2002年総選挙には、同党から立候補した。カゼラシュビリは、ミヘール・サーカシュビリ大統領の側近であり、名優として知られる。国防省に就任した際には、グルジア労働党のシャルバナ・テラシュビリから、軍曹すら務めていないと、軍歴が皆無であることを批判されている。財務警察長官時代には、脱税企業を捜査する際、企業を襲撃するような強行策を取ったこともある。 ありがとうございます。